インディアンの呪しの呪しとは、物を焼くことで煙を上げ、それを離れたところから確認することによって、情報を伝達する手段である。夜間など煙が見えない場合は、火そのものも使われる。放火、廊火、狼引きりとも言う。特徴としては、人や馬が手紙を運ぶよりも、遠距離を高速に、情報伝達できる、リレーによって、距離も伸ばすことができるなどである。 欠点としては、天候に影響される、基本的に煙の有無だけなので、伝えられる、情報量が少ないなどが挙げられる。また、燃やすものによって、煙の色を変えられるため、煙の色の組み合わせや燃やす、順序次第で、複数の意図を伝えられる場合もある。古くから、敵の攻撃を知らせることなど、戦絡みの合図用に使われた。呪しを上げるために、 特に作られた施設を、のろし台と言い、中国の万里の頂上などに、それらしい遺構が残っている。当の男性式典の有用雑草に、狼不言直上、放火用の、と記され、のろし四期の正語がある。18世紀末になると、遠方の信号機が示す文字コードを、望遠鏡を通して読み取るオプティカルテレグラフィーが登場し、さらに、 19世紀中央以降、電気的な通信手段が発達することで、実用で使われることはほとんどなくなった。日本では、8世紀初めに成立した、日本初期や、非全国風土記に、のろしとして記述が見られる。燃やすものは決められており、ヨモギや藁などを穴に入れ、その中で燃やしたものと考えられている。そのため、中国式の台上で物を燃やすのろしとは、 形式が異なるものだったと見られている。三宅の土器片が出土した地点に復元された、縦穴式建物のロッシ板の詰め所だったと考えられている。栃木県宇都宮市所在の日山城跡から出土した旧世紀、中頃の土器片には、三宅と書かれた例がある。ここでの、家とは、古代律令下における公的施設を意味し、旧世紀頃に、東北地方で活発化した、 江戸の反乱から、東国の軍事体制整備の一環として、呪しに関連した公的施設が築かれたと考えられている。戦国時代には、戦国大名が通信手段としてもいたと言われ、紅葉軍艦によれば、開国の武田信玄は、一方の国境で戦となり、また、別の国境で戦となっても伝令が出せたという。上泉信綱伝の、君越州巻後、 工場、主場には、将軍なら一つ、中軍なら二つ、大軍なら三つの呂しを上げることと記述している。モンゴルのチンギスハーンの帝国でも呂しの連携による、情報通信が行われていた。その伝達速度は、時速140キロメートルに及んだという。煙のもととしては、羊の糞や地上に染み出した石油などが使われたらしい。また、 モンゴルの遊牧民は、その生育環境のおかげで視力が2.5を超えており、遥か彼方のものを見ることができたのものロシしを使った通信手段の実現の上で有利だったようである。ありがとうございます。